はい。はい。あ、やっと出た。もう社長、朝まで携帯つながらないってどういうことですか？ああ、花ちゃんね。いや、ごめんごめん。気づいたら朝になっててさ。気づいたら？どうせまた飲み歩いてたんですよね。もういい加減にしてください！日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに、私また事務所に泊まっちゃったんですからね。いや、それ悪かったね。それで、そっちの様子どうなんですか？ああ、そうそう。もうすぐにでもオープンできるよ。蒼天堀支店。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫、もうちゃんとやってるって。この2年、毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんね。きっとさぞかしご立派なんでしょうね。何かとげない？ その言い方。そりゃそうでしょう。支店を開くのなんて、その気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに。あ、ごめん、誰か来たみたい。またかけるよ。誰かって、こんな朝早く誰が来るって言うんですか？そう。さあ、そんなこと言って本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうね。また後でかけるから。ちょっと社長！やっとご在宅ですな、スカイファイナンス班。いつ来てもお留守なんで、営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんなら、まずうちら通してもらわんと困りますがな。どちらさんですかね。近江連合の袴田っつうもんですわ。近江連合。そういうこっちゃ。で、何のご用でしょう。何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか。ああ、はいはい。朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね。お引き取り願えますか。なめとんのかおめえ！新品でまだ開封もしてないのに。極度甘く見とると痛い目合うで。あんたらさ、素人舐めすぎてやしないか？なんやと？みかじめ欲しくて来たんだろ？だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ。朝っぱらから喧嘩をして来られちゃ、なんかイラッとするんだよね。ああ、兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか。よく言うよ。そっちが先にふっかけてきたんだぜ。上等やないかい！今日のところはこれくらいで許しといたる。覚えときや。これって俺が片付けなきゃなんないわけ？ん？
はい、もしもし。社長、よかった。大変なことが。え？今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。パク社長が昨夜自殺したって。なんだって？それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった、それでいい。早速行ってみるよ。それじゃあ。